それでは、私が知る限り日本で一番長い高枝のこぎり、早速使ってみたいと思いますが、まあ、どれぐらい長いのかちょっと伸ばしてみましょう。まだですよ、こんなもんじゃない。さあ、これ何メートルでしょうか。おお、さあ、それでは早速使ってみましょう。6.5 メートルの高枝のこぎり使ってみました。まあ非常に使いやすくてですね、刃も結構長くて、スムーズにカットできましたね。ただ本当にね、なんていうんですか、一番やっぱ長く使うと体へ結構きますね、負荷が。しかし森の木こりにとってはまあ、鬼に金棒みたいな、木こりに高枝のこぎり、そういうことです。